こんにちは今日から始めは、えー、着物には付き物の手ぬぐいのちょっとお話をさせていただきたいと思います。えっ、ー、とですね、まあ、えー、先日ちょっとね、あのうちのお客様で、まあ、男性のお客様で、あの、結構こう、 丁寧といえば丁寧なんですけどもあのちょっと間違った話があったんで,でそれも含めてあの手ぬぐいっていうのはもともとはあの浴衣の生地とかと一緒で、まあ、それをこう短く切ったものがまあ手ぬぐいなんですが最近は実はその手ぬぐい専用のこう柄っていうのがいろいろ出てきてで、まあ、ちょっとこう見ていただくと、まあ、こう。 今後ろに飾ってあるものでもそうですけどもまあこういういわゆる清水さんの雪の景色だったり、まあ、お正月のこういう、えー、と獅子舞の柄であったりとか、まあ、あとは最近こういうちょっと日本橋好みというかこう人形帳ですねのいわゆるあの時計台のところ。 からまあえー、と恋の滝のぼりという、まあ、いわゆるこれなんかもうまさに浴衣の柄と同じでこう総柄と呼ばれるものですねずっとこう繰り返しの柄で、まあ、後ろのものとかはこうエバ柄といって見栄えがするでまあこれはこう甲冑の柄だったりとかでえっ、ー、とですねまあそれ以外にもちょっとうちでいろいろ扱ってるものをちょっとここに広げてみました。でえーとまあ、その前になんですけれども その今その、まあ、間違えたというかそのお話で手拭いって実は、えー、とこの端が切りっぱなしになってますねでえー、とほ本当の本当のというか本来のものはみんなこういうふうに切りっぱなしになってますでんでかっていうと,、えー、とこれはえっ、ー、とさまああのー そそれこそ、ね、あの時代劇まああんなことって滅多にないですけれどもあの下駄の鼻緒がねこうねこう切れてしまってで、まあ、そこにこうちょっといい男が、えー、通りかかって、まあ、自分の手拭いを出してビリビリって破いてで鼻をこうすげてあげるっていうのがあると思うんですけれども、まあ、なかなかあん,あ,あんな風にはねかっこよくはいかないっていうのが事実なんですけれども、まあ、それと同じで実は手拭いっていうのは、えー、と避けないとダメなんですね。 まあ変な話こうまあ汗拭きとか、まあえー、そう手をそれこそ拭ったりというためにも使うんですけれどもいざ何かっていう時に裂いてその布地にならないと困るのでで実際こうハンカチみたいにここをこうくけて縫ってるっていうことはないんです。でただし最近こうちょっといわゆるその本来の手拭い屋さんではなくてまあ えとまあそういうことで言うと、まあ、先ほどその浴衣という話をしたんですけど、まあ、本来こうしたものは中染っていって注ぎ染めで、えー、としっかりしたこう生地で染めてるんですねでまあそれをこう立ちっぱなしの状態なんですけれどもで逆に例えばこうほつれてくるじゃないかっていう話があるんですけど、まあ、こ,うこういう晒しでも何でもそうですけどこうした日本のこう生地っていうのはほつれてきたら。 まあちょっと思いっきりこの出てるところをビュッとこう引っ張っていただいてである程度こう引っ張ってすればもうそれ以上こう溶けていかないっていう感じの生地になってるはずなんですね。でそれがですね最近ガーゼみたいなこういわゆるその本来の手ぬぐいの生地じゃないものだとまあどんどんほつれるというので,で逆にこの端っこをこういわゆる抜いて。 縫い留めてあるということで、で本来だからそういう縫ってあるものが、えー、より丁寧なものというわけではなくて、本物の手ぬぐいっていうのはもう切りっぱなしで、えー、使っていくものなんですね。ですのでその時その男の子がまあ最近ね買った手ぬぐいはなんかみんな縫ってなくてまああのほつれちゃうから自分でわざわざ縫ってるんだっていう話をされたんで。 いやまあ、それはね、あのー、加工帯とかそういうのも一緒だけど帯も一緒だけど、まあ、手ぬぐいもこうほつれ出したら、まあ、こうほつれたところをちょっと思い切りこう引っ張ってあげてである程度こう、まあ、これもそうですね、こういう風に抜けてしまうと、まあ、それ以上はほつれてこないというものになってますので、まあ、そこをちょっと、まあ、どうか、えー、と知っておいてください。まあ、それとと同時にちょっとこう まあ、いろんなこう手ぬぐいがありますのでちょっとそれをちょっとご紹介というかまあこれはもう単純に映像で見てっていただければわかると思うんですけれどもまあこういうね、まあ、最近はちょっと面白いクジラのこう跳び跳ねてるような柄だったり、まあ、これは稲妻ですね。から、まあ、手ぬぐいって本来は縦の柄が多いんですけど最近はこう飾るようにこういう横の柄もあります。それれからあととちょっここういういい、まあ、これはまああのー どちらかというと飾ることを目的とした手ぬぐいなんで、まあ、最近こういうかわいい手ぬぐいのものも出てきてますねそれからもう夏だったらもう定番のいわゆる隅田川の花火大会という感じで屋形、まあ、船が出てて、まあ、花火の柄っていうからあとこれはお正月なんかにちょっと飾っていただくといいんじゃないかっていう感じでいわゆるこう松竹梅のめでたい柄 それからこれが、えー、と日本橋のガス棟ですねあとこういうカモメの柄ですねまあ波間にカモメみたいなかそれから鳥獣ギガあとこういう何かいわゆるアフリカのこう大地のようなまあ、こういうちょっと柄だったりとか、まあ、夏の定番の金魚の柄 これからまあこういうちょっとカエルがこうスイスイ泳いでるような柄だったりとかまあちょっとこうねまあえっとまあこの辺はちょっとかわいいねだからほっかむりというかね髪の毛こう束ねる時にこう使ったりしてもかわいいようなこういうパンダの柄だったりフクロウでしたりまあいわゆるその招き猫の柄みたいな。 まあこうした感じでいろんなこういう柄があります。それで、えー、と先ほどちょっとお話しましたけど、まあ、最近はこういうちょっと季節の柄みたいなのを、まあえー、いわゆるこういうタペストリーという形でこうしてですね、まああのー、かけていただくことによって。 まあ、あのちょっとこうせっかくねの手ぬぐいを、まあ、あのしまっておくよりは、まあ、飾りとしても使っていただくっていうような感じで、まあ、こういうタペストリー棒っていうのがありますでこれちょっと使い方なんですけどちょっと簡単にお話しするとこれも別に何も大変ではなくてですねまあこれ実はヒノキでこう作ってある木製のもので溝がこう切ってありますなのでえー、と まあ、手拭いのこう裏面をここの溝のとこにちょっとこう当てていただいてそしてこの棒をこの溝に差し込んでそしてこのゴムでちょっと止めていただく、まあ。これだけでこうした感じで まあ飾りになまますのでまあこういうねちょっと使い方もおしゃれでいいんじゃないかなっていうまあだからえっと今こちらにこうかけてすいませんちょっとマイクが取れちゃいましたけどえーかけてあるものでまあこうした後ろのねまあこういう冬の景色の柄なんかは。 結構実はプレゼントなんかにこうされて使われる方も多いんですけれどもまあこうしたもんですねまあ,あの飾り映えがするとそれと先ほどそのちょっと抽選というお話をしましたけれどもえっ、ー、とですねちょっと拡大してみていただきますけれども。 まあこちらのね最初お見せしたこの稲妻のこれなんかは戸田屋さんって言ってまあリエン染めって言ってあのまあ手拭いではすごく有名なとこの手拭いなんですけどこれはもう本当に中線でしっかり染めてますですのでこう見た時に表も裏も特にないんですね でだから逆に言うと表裏なくこう汚れたらまあ裏面を使うというようなこともできるようになってるのがまあ日本の本来のものなんですね。で先ほどちょっとお正月用に可愛いと言ったこちらの手拭いなんかはまあその手拭い屋さんがっ作ってるというよりはまあどちらかいうとこれはあのそのえちょっと飾り用という形になるのでこれ裏返してみるとちょっと分かりますかね 染めがこう裏まで浸透してないんですねなので表側だけを染めて中線みたいにこう注ぎ染めを通して染まってないので染料が後ろにこれはなんとなく映ってるというこちら側が表面ですねですからこんな感じですね色を見てもちょっと薄くなってるんですけどですのであの本来から言うと できればその手拭い屋さんのちゃんとした手拭いっていうものを、まあ、使っていただいた方があの使ううううととといいいいいいこにについては全然いいかなというふうに思います、まあ、厚みもありますししっかりしてますし、まあ、汗の吸い取りもいいですし丈夫ということでただこういうものを否定しているわけではなくて、まあ、飾るという意味ではとても可愛いものなんで、まあ、こうしたものも、えー、いいんじゃないかなというふうには思いますけれども。とということで、えー、今日は えー、まあいろいろ手ぬぐいの種類があるので手ぬぐいを上手に使っていただいたら、えー、楽しいこう飾りにもなるんじゃないかということで、えー、手ぬぐいの話をさせていただきましたあとですねえー、と安心男着物の方で今度はあの財布手ぬぐいといって手ぬぐいをこう折ると財布状になるというものを アップしておきますので、まあ、またご興味がある方はそちらの方もちょっとご覧になっていただければというふうに思います。ということで以上、えー、今日は手ぬぐいのお話でした。ありがとうございま